じゃあすいません、はい、平野愛子さん、え平野愛子さん、新人賞、すみません呼ばせていただきます、はい、どうぞ。飛島店新人賞平野愛子殿、面接でお会いした時はこんなに可愛らしい賞なんだこんなに可愛らしい女性が働いてもらえて嬉しい反面、重たい荷物や走り回る現場が務まるか不安がありました。しかしあなたはどんな仕事もはいの一言でバッチリこなしてくれた。笑顔を絶やさず、お客様からの好感度は非常に高いものとなりました。仲間のスタッフに対しても常に敬意を表し、嫌な顔一つせず職場を明るくしてくれる姿は本当に頼もしいです。知識のない商品や細かいネームの問い合わせにも逃げることなく、他のスタッフに確認しながらお客様に向き合う姿勢、ミスをした時の素直に謝罪と間違いをメモし、同じ失敗を起こさないようにする努力は人として素晴らしさを感じます。入社した頃の新鮮で謙虚な初心をスタッフたちに思い出させてくれました。フレッシュな風を巻き起こしてくれたことに感謝の意を表し、ここに表彰いたします。平成30年8月3日飛島店店長八尾沙織、おめでとうございます。考えました。